どうも、ゴルフプロの三谷です。いつも見ていただいてありがとうございます。今回は左の肩の動かし方、これを皆さんに伝授していこうと思います。どういう位置に左の肩が来れば良いのか、そしてどういう練習をすればその動きが身につくのか、特に動画の後半、ドリルを皆さんにご紹介していきます。これを覚えていただくと必ず上達しますので、ぜひね、習得してやってみてください。では早速いきたいと思いますが、バックスイングで左の肩がグッと、ちょうど顎のあたりまで来るわけですが、結構起きやすいミス、間違いというのは、左の肩が顎の下にこうやって入ってしまう方が多いんですね。で、顎の下にこういう風に入ってしまうと、少し左の肩が下がった形、そして、少しボールをこのまま正面で見てるような形になってしまいやすい。で、これは肩が実はあんまり回ってない状態なんですね。ですから、左の肩はちょうど顎の前、縁の下ぐらいに左の肩が入ってくると正しい形になっていると言えます。まあ、肩というのは、まあ、右の肩、左の肩で全体が回転する形になっているということなんですが、特に右の肩は視界に入らないので、左の肩の方が視界に入りますから、少しそれが気になると思いますので、どこに来ればよいかというのが、非常にわかりやすいポイントなんですね。なので、よく肩を回せということは、非常に重要な動きなので、よく言うわけですが、ちょうど顎の前に、口の下あたりに左の肩がスッとつくぐらいの形になるといいですよ。よく、女性の方ですと、ここにこうファンデーションがくっついたりする方が多いと思うんですけど、ここにスッとね、来ると、およそ正しい形になっているということです。で、この左の肩がぐっと口の前、口の下ぐらいですね、ここに来るぐらいの形になったときに、右の足、右足の上に、この左の肩が乗ってくるぐらいの感覚です。そこまではさすがにいかないんですね。こんな風になるわけではありませんが、そこに来るぐらいの感覚です。右足の上に乗るぐらいの感覚でバックスイングしてあげるとちょうどいいよということです。ですから、左の肩がスーッと入ってきて、振り抜いてあげるような形になっていくといいよということです。この左の肩が深く入ってこないと、この顎の下に、顎の下にこういう感じになってしまうと、体が回転してないような形になってしまうということです。ですから、バックスイングする際は、左の肩がぐっと右足の上に乗るぐらいの感覚、そして、顎の下に入るんではなくて、顎の前、口の下ぐらいのところに、左の肩がスッと入ってくると、正しい形になっていきますよということです。これはぜひ、習得していただいて、体全体が回転して、スイングしていくような形になると、いいスイングになっていくよということですね。じゃあ、これをどう覚えていけばいいか、体に覚えさせるかということなんですが、これはこのクラブを使ったドリルを一つご紹介していこうと思います。肩の上にクラブを乗せます。両端を両手で持って、肩の上に乗せます。そして、構えを取ります。この状態からバックスイング方向にぐーっと回転していくんですが、このクラブがガイドしてくれます。まあ無理やりじゃないですけど、手で持ってますので、このままぐっと90度回転する形になりますので、そうするとちょうど視界の目の前に左手が来ますので、で、バックスイングでこの位置にスッと入ってくると、おおむね正しい形になります。もちろんクラブを持ってないので、実際のこのグリップを持ってないので、ちょうど肩が顎についたりはあまりしないんですが、左手が正面に来るような形になると正しい形と言えます。そこから左側に回転します。ですから、右に回転して、左に回転してという形になります。この際、左手、この位置、ここを右手が同じところを通るように、バックスイング、フォワードスイングと回転していけば、体、この軸を中心に直角に肩を回しているという形になってきますので、構えた状態から右に回転、左に回転、その際、左手の位置がちょうど正面に来るような形になると、左の肩がしっかり入ってきた形になっていきますよ。そして感覚的には右足の上に左の肩を乗せるぐらいの気持ち、それぐらいの感覚でバックスイングしてあげると、しっかりと肩が回転していきますので、それで正しいスイングに向かっていくということです。で、ドリルをやったら、今このクラブを使ってこういう練習場の打席で練習をするのであれば、その後に必ずボールを打っていただくのがいいと思います。構えて。振ってあげれば、正しいスイングが、そのままスイング、正しい動きが、正しいスイングにつながっていくということです。こういう感じで、正しい動きを確認しながら実際にボールを打っていくと。で、形を確認して、それで、実際にボールを打つと。
こんな風に、バランスよくですね、ドリルをやってボールを打って、形を確認しながら、ここに上がればいいなという風に、確認してやっていくと、正しいスイングが身につきますよということです。今回は、左の肩、この動かし方、これを皆さんに伝授しましたので、ぜひ、ボールを打つだけではなくて、体の動きをしっかりと覚えるためのドリルもやってみてください。どうですかね。5球打ったら、1回ドリルをやる。これぐらいのタイミングでいいと思いますので、少し間にちょこちょこね、挟んでいただくのがいいかなと思います。ぜひね、頑張って練習してみてください。最後ね、チャンネル登録、高評価ね、ぜひよろしくお願いします。では皆さん練習頑張っていきましょう。さよなら。